北朝浦という地区は、江戸から明治期にかけての北前船の時代の風待ちの港であった場所になります。本当に異空間というか、昔そのままの街並みが残った場所になります。ゆったりとした時を過ごして、また新たな自分の日常に帰っていただけるような、そんな場所にしていきたいと思います。